源田法律事務所です。ええ、柳見は弊社の所属弁護士です。ねえクリス、どこにいるの？嘘、中にもいるの？ベネット、マービン、見てるか？脱出路が分かった、ここに。彼を助けなきゃ。高杉さん。いや、さっき大家さんに会ってね。ここの大家さんいい人だね。家賃を代わりに取り立ててあげるって言ったら喜んで貸してくれたよ。いや困るな、大家さんったら。今日振り込もうと思ってたのに。6年ぶりなのに随分なご挨拶だな、エイダ。驚かないのね、面白い。接近戦ではナイフの方が早い、覚えておけ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する、実力主義に基づいた血の入れ替え施策。ほう、向かってくるのか、逃げずにこのディオに近づいてくるのか。お集まりのレディーにお知らせします。てめえら何やってんだ。店の入り口まで声が響いているぞ。この貫禄、幹部クラスかな。さすがは近江連合の総本山って感じ。なんとこら出すわ。ほら、てめえのボキャブラリーはなんだよ。この殺すぞ。四代目は人は殺さない、情けのある男だって。それならばこの刀で遊ばせてもらおう。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間。この養護施設のこともどういう環境で育ってきたのかも全て調べさせてもらった。今回はどんな巨人に会えるかな。貴公子なんかいたりしたらもう最高なんだけどな。いたぶって楽しむ時間はなさそうだ。警察が来る前に片をつける。来るな。俺のそばに近寄るな。